皆さんこんにちは、実況者の海です。今日はシャドーバースというゲームをやっていきましょう。スプラトゥーンじゃないですよね。でスプラトゥーンなんですけど、ちょっと S に上がるまではちょっと動画投稿するのをちょっとやめたいと思います。まあ、Twitter でも多分言うと思うんですけど、はい。でシャドーバースというゲーム、あ、なんか今 CM とかでやっててちょっと人気のカードゲームなんですけど、僕以前からまあちょっとだけね、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけやってて、まあちょっとこれね、今ここの表にあるのがね、環境で強いと言われている冥府エルフなんですけど、まあ主に最初からエルフ使ってて、その冥府エルフが強くなる前からね使ってて、まあ最初ワラエルフとか使っててね。でまあ、ちょっとパソコン用のやつが出たから、ちょっとそれで実況しようかなと思って、まあ今動画撮ってるんですけど、主に、冥府エルフと、こっちね、冥府エルフ、こっちの冥府エルフと、で、バラビースト2つあるんですけど、こっちの方多分使っていくと思います。デッキなんですけど、あ、デッキ編成じゃなくて確認してすればいいな。なんか、弱体が入ったんですよね。収穫祭がコスト2からコスト4に上がったと。で、使いにくくなったんで、皆さんがこう、偉い人がね、偉い人というか、上手い人が、知恵を絞って、なんか、代用にエルフメイジ使ったらええやん、みたいな話が出て、あ、じゃあ、俺もそうしようか、みたいな感じで、今、ちょっとそんな方にしてます。で、まだその、弱体が食らってからね、僕一回もやってないんですよ。なんで、まあちょっと、パソコン用がね、PC 用のやつが出たし、まあやろうかな、みたいな。はい。まあもうごちゃごちゃ言うのもあれなんで、フリーマッチしていきますか。はい。じゃあ今日は、まあ、一番使い慣れてるこっち使いますか。ランクは C1 です。全然やってないです。で、まだ、その、追加のカードがあるみたいですよね。なんか僕まだ、その、どんな追加が来るかみたいなのはしてない、見てないんですけど、なんか進化ポイントが回復するみたいなのは見ました。あれ強いっすね。おっと？はいはいはい。よろしくお願いします。ネクロマンサーか。モルディカイかな。戦えるんだから。先行。パパ、ママ。あんね、先行もなんか変わるらしいですね。どうしようかな。3かな。まあ最初こんなもんですよ。で2ターン目フェアリーウィスパラー出して、3ターン目に、あ、どうしようかな。フェアリーウィスパラー出しといて、うん、出しといて、今日も森は平穏ね。3ターン目以降ちょっと様子見るって感じかな。うわ、全然慣れてないわ。なんか忘れてるわ、いろんなカードの。何こいつ、こいつ何、墓地増やすやつ。ああ、増やすやつや。でここはまあベルエンジェル出しときますか。いや、殴ってエンシェントエルフでも良さげな気するけど、まだ進化までターン数あるし、いいか。いやー、どうなんやろ。な、いいか。お願い、妖精さん。なんか道連れにするカード多かった気がするんだよ、こいつら。んで、出して。ねえねえ、何して遊ぶの？こんなもん。リンコン、リンコン。で、次のターンでエンシェントエルフでこの2体回収して、我が剣に捧げる。なんだそれ。んーで、まあ2本目いきますか。お願い、妖精さん。えい、痛い。森の命は必ず守ります。で、エルフメイ出しといて、こっちが死ねみたいな。こっちに来たらいい、こっちに来い、こっち行け。うーん、まあいいや。はいはい。まあ、最初こんなもんで。で、今、フェアリー2体いるんで、次のターン出して出して、リノセウスみたいな感じでね。まだリノセウス、高2も2枚あるんで、こんな風に行きた
いなと思って、ちょっと速攻で仕掛けていきたいな。お、殺しに来た。命の巡りと覚悟。なるほどね。こっち処理して、ちょ、予定変更。こっちを処理して、気持ち悪いわ、これ。フェアリー。ねえ、何して遊ぶの？エルフガード。私たちには絆がある。こうでいいかな。進化して殺すべきやった、こいつ。そんないいと思うねんな。なんかもうほっといてもいいかな、みたいな。なんだ、刺激が。ほうほうほう。ほうほうほう。うん。ベルエンジェル、フェアリー、フェアリー、リノセス。なんか、五七五になったな。ベルエンジェル。リンゴン、リンゴン。フェアリーでこいつはもうやっとくか。ここまでか。フェアリー。ねえ、何して遊ぶの？フェアリー。ねえ、何して遊ぶの？よしよし。進化してもいい？ダメ？一緒もう。あえてしてるし。しよう。ここで決めるよ。リノセスメインで叩きますか、今回は。おいでなさい。あ、ネクロマンス。おいでなさい。ネクロマンス読んじゃない。ルナと遊ぼう。死者の怒りが私を駆り立てるの。これでどうしましょう。ウォーターフェアリー、ここ2体で潰して、ウィスパラー足して、リノセス、じゃあ1234ここで5やから、12333アップ4、7、1、2、微妙。どうする？フェアリーフからとりあえずこいつ出しとくか。今日の森は平穏ね。平穏です。で、こう。ねえ、何して遊ぶの？で、ここ進化さして、こいつ潰してもいいな。もしくは、もう盤面邪魔やし、ここをやって、そうするか。いやー、速攻でって言ってるからな。それでこいつ以外そんな脅威じゃないねんな。とっておきだよ。妖精さんたち、お願い。ここだけ。妖精さん。土の感触。素敵。怖いよ。間に合い。怖いよ。今日も森は平和ね。よし、よし、間に合った、間に合った。ちょっとすいません。ただこの後全部消されたらしんどいって感じかな。負の嵐があるんで向こう。くんなくんなくんな。くんなくんな。くんな、お願い。お願い。手詰まりでやってくれ。あ、よし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 。なんもなさそう。見せてあげる。見せてくれ。減らしに来るよな。少し休もうかな。神引き。ベルエンジェル。ああ、惜しい、遅いわ、お前。一旦耐える？怖いよ。神引き来い。もうワンドロー来い。おっと、2、4、7、いいんちゃうこれ。
おし、バンダイエフメイジからの森の話ワンちゃん、エルフガードもある。あーもう強い、いいなこれ、やりたいことできるな。じゃあ出しとくか。森の汚れを払いましょう。ベビーエルフメイからエルフガードからの、私たちには絆がある。ベビーエルフメイをやる。いいか、はい、ねえねえ何して遊ぶの。よし、こんなもんでやろう。こいつなんや、死んだらゾンビみたい。次はドローして 1,2,3 森の石以外で4枚になるんで、なんかそれ正義が、そうだな、汚れに負けない。森の石からの、あ悪くないなそれ。こいつ出して 1,2,3,4 やろ。悪くないなぁ。森の石。1,2,3,4。1,2,3,4,5 か。2体は削れるやろ。はい。あー、そっち行っちゃう？で、ベブエルフメイ。ねえねえ、何して遊ぶの？これで、私のフォーム、ウォーターフェアリー出しといてもよかったわ。ごめんごめん、これプレミアな。これで26枚、音源への回帰。あーこれワンチャンやわ。フェアリーメーフ、メーフだがもう意味わからんことになってるわ。どっかでプレミしたなこれ。いくらで雇ってくれるんだい。知らないです。こうして、これで冥府発動。めっちゃむちゃくちゃやけどな。ああ。とりあえずしようか。森の命は必ず守ります。これで冥府発動した。怖い、負けちゃったけど。あっけないな。まあ相手も多分そんなにあれなんでしょう。手だれっていうわけでもなさそうな感じやったし。それでこんだけ苦戦してるのがね、ちょっとダメだなみたいな。こんな強いデッキ使っといてね。うん、まあこんな感じですかね。シャドーバースはちょっと不定期更新でやっていけたらなと思います。で、あれ僕冒頭に言いました、スプラトゥーンはS 上がるまでちょっと投稿しないでおこうかなって感じです。はい、じゃあまあ今日はこの辺にしましょうか。お疲れ様です。またお願いします。それではさようなら。